こんにちは、ふるちゃんです。今回は6月30日から開催される水着プライズガチャサマースプラッシュの3キャラクターを紹介していきます。それではまず1人目、バンビエッタ・バスターバインです。バンビエッタ・バスターバインは技属性となっており、キラーはアランカルキラー、ソウル特性は強攻撃クールタイム短縮になります。すべての攻撃に麻痺および裂傷を持つ赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。さらに敵を撃破するごとに特定の効果が発動する撃破数ボーナス効果を持っております。撃破数ボーナス効果で発動する効果は25体撃破でチームパーティーキラー効果 20% アップとなっております。またパッシブスキルは緊急回回数アッププラス1、氷結状態短縮 100%、 強攻撃範囲アップ 20% を持っております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。アビリティアランカルへの状態異常確率アップを持っているため、属性問わずアランカル種族の敵を状態異常にさせやすくなります。さらに状態異常付与時一定時間レアツアップ 80% および状態異常効果時間プラス5秒を持っており、状態異常にすることで強力なダメージを与えられることも特徴です。その他には新たな激安ボーナス効果チームパーティーキラー効果 20% アップにより25体撃破を達成すれば、他の条件に関係なく自身を含むチームパーティーメンバーのキラー効果をアップすることができるので、自由な構成でチームパーティーを組むことができます。最後にグループバトル時強攻撃ヒット数アッププラス3、グループバトル時赤攻撃ダメージアップ 30%、 グループバトル時キラー効果アップ 50% を習得できます。そのためグループバトルにおいて非常に適性の高いキャラクターになっております。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いて強攻撃です。強攻撃1は目の前に敵を集めて攻撃します。次に強攻撃2です。強攻撃には奥行きのある前方攻撃を2回行います。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技レッドハートショットです。ほら取るわよ。ってなんで？あんたたち言うこと聞きなさいよ。以上バンビエッタバスターバインでした。続いてはキャンディスキャットニップです。キャンディスキャットニップは即属性となっており、キラーはシュテルンリッターキラー、ソウル特性はキャラ強化を進めることでダメージ 21% ダウンになります。強攻撃2に強化技を持つ青攻撃タイプの通常攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回回数プラス3、クインシーからのダメージ回避 50%、 通常攻撃範囲アップ 20% を持っております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。まずは強攻撃には強化技がついており、アビリティ強化技時間延長および強化技効果アップを習得できるので、自身を含む仲間全員の能力を大きく向上させて断滅力と耐久力を強化することができます。またアビリティグループバトル時通常攻撃ヒット数アッププラス2、グループバトル時青攻撃ダメージアップ 30%、 グループバトル時キラー効果アップ 50% も習得できるので、グループバトルで大きなダメージを出すことができます。その他にはアビリティチームパーティー即属性の通常攻撃ダメージ 20% アップを習得できるため、即属性キャラで編成するとさらに大きなダメージを出すことができる点も特徴です。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は目の前に敵を集めて攻撃します。次に強攻撃2です。強攻撃2は奥行きのある前方攻撃です。こちらは強化技となっております。
そして強攻撃3です。強攻撃3は自身の周りを含めた前方攻撃です。最後に必殺技グリーンハートランウェイです。見とけよ、完璧だろ。以上、キャンディスキャットニップでした。続いてはミニーニャマカロンです。ミニーニャマカロンは地属性となっており、キラーはクインシーキラー。ソウル特性はキャラ強化を進めることで心のリンク強化跳躍獲得数プラス5になります。強攻撃2に回復およびバリアを持つ青攻撃タイプの強攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回復回数プラス1、敵ガード無効、効果貫通、強攻撃範囲アップ 20% を持っております。ソロ化のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。ソウル特性心のリンク強化跳躍獲得数プラス5と、アビリティ心のリンク強化薬獲得数プラス5、心のリンク強化跳躍獲得数プラス5を持っているため、育成素材を集めることに高い適性を持つキャラクターになっております。さらに他のキャラクターにリンクさせるとリンク強化跳躍を集められますので、キャラリンクとしても活躍できます。また 100% アップ効果として初登場のアビリティ缶ドロップ量アップ 100% も持っているため、缶を大量に獲得することができます。その他には回復技効果全体化およびバリア発動数アッププラス2を持っており、強攻撃2でチーム全体の体力維持と耐久力の増加につながるキャラクターになっております。最後にアビリティ全状態異常短縮一定時間短縮付与 100% を持っており、自分だけでなくチームパーティーメンバーも状態異常ギミックを心配せずに幅広いクエストに連れて行きます。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は敵を押し込む前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は前進しながらの攻撃となります。こちらは回復効果およびバリア付き技となっております。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技ピンクハートビーチです。そーれ、やっと静かになりました。以上ミニーニャマカロンでした。水着プライズガチャサマースプラッシュのキャラクター紹介でした。新キャラクターは6月30日から登場予定です。ぜひ皆さんゲットしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。